判定は縛るんですよね。うん。後で調整します。うんうん。館長がどうなってるかさっぱりわからん。キンキさんこんばんは。いらっしゃいませ。今ね、イベントに参加中です。初心者じゃなくても参加できるから、キンキさんいかがですか？あれか。シャムネコさんの声は配信に乗ってもいいか。うん。あ、そうね。あ、やっぱじゃあ入らない設定にしよっか。そう、キンキさん TR8 です。お、オルタさんいらっしゃいませ。今 WNH のイベントに運営だけど参加、なんかメンバーとして参加をしております。でね、ちょっと人が足りないんで、どなたか協力いただけないかなと思って配信で広報しながらやっております。ちょっとね、急遽イベントだったからね、ちょっと足りてないんですよ。あと一人欲しいって。ヒロさんどうもどうも。ヒロさんできないかな。あのね、ちょっと一人足りてなくてですね。WNH のサーバーのあれを持ってくるか。お、キンキさんいける？ぜひぜひ来てくれ。WNH 入れる？ WNH に入って、シャムネコさんのルームに入る。もしかしたらシャメネコさんに連絡を送るでもいいかもしれないけど。そうそう、ロビーってところで会ってる。そう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 。すぐ出せる手はしない。了解。残念だな。ちなみにヒロさんってさ、3000戦いってる？配信の方から一人連れそう。って感じです。はい。600ちょいだよね。ヒロさんさ、ボースのチーム戦の大会とか興味ないですか？初心者限定で、チーム戦の醍醐味を味わえるイベントを今開催中でして、WNH で。コーチがちゃんとついてくれて、で、参加者も、みんな3000戦以下の初心者しかいないので、怒られることはないんですよ。気になる点としては、まあちょっと練習期間とかがあるから、ちょっとそこだけスケジュールが合うかどうかとかなんだけど、ちょっと今あんまり実は人が足りてなくてね、ちょっと参加者が集まると嬉しいなって感じなんだよね。ティアは6か7なので、パスワードね、ロビーに書いてあるんだよね。ちょっとね、一応多分配信上に載っけるのは良くなくてですね。ロビー入ってるかな。
あ、マジか。ありがとう。ヒロさん、ありがとう。ぜひぜひ、頑張ろう。頑張ってね。僕、ぜひ上から見るんでね。そうそう、左下のね、イベント参加サポート中です。ありがとうございます。はいはい。キンキさん。キキさんって人。うん。お、シャチさんどうも、こんばんは、いらっしゃいませ。WNH の参加者を募集しております。こうしとくか。お、フォーミーさんどうも。イベントさんありがとうございます。はいはい。先生かもあり。先生かもあり。何でもあるぞ。ああ、そういうことね。おお。いない。それ？ダックスコレクター。そうなんだ。ブンブン丸空母が来るぞ。てかさ、せっかくさ、シャムネコさんがさ、サーバー設定でさ、こう見せないようにしてんのにさ、俺思いっきり配信で見せてる よくないね。一応隠すか。ちなみにこのエリンバラ隠蔽あるかな？
多分あるんだけど。あ、新面さんだ。いらっしゃいいらっしゃい。新面さん配信見られてるかな。クラインを発見しました。おお、ボルタさんクライン発見した。ボルタさん、何だっけ、どこのクランだっけ。さあ行くぞ、よろしくお願いします。嘆いてる。空母乗ったことあんまないって嘆いてる。うちのチームの空母が、クラン戦のルールでやっておりますね。オルタさんのクラメンは誰だ。MNNKG。 これか。あ、ミキさんとクラメン同じなんだ。ちなみにさ、オルタさんはさ、あの戦闘数何戦ぐらいですか。なんだよな、エディンパラ対空低いんだよな。深位置されるの、深位置はされないよ。
なんかもし3000戦超えてなかったら、ぜひこの WNH カップってやつもし興味あればと思って。アークランド、水木さんこんばんは、いらっしゃいませ。WNH のイベントに入ってます。はい、伊藤さんこんばんは、いらっしゃいませ。 WNH のイベントに、僕運営してるけど参加者としてあれ遊んでます。ただならえさんこんばんは、いらっしゃいませ。今日のお昼はありがとうございます。 WNH カップがそろそろあるんですけど、新井さんまだ3000戦超えてない？もしよかったらどう？って思って。今は普通に WNH に入ってる人だったら誰でも参加できる、初心者じゃなくても参加できるイベント、突発イベントやってますね。ちょっと人が足りなさそうだったんで宣伝のために配信してます。コサックそっちで、キッとこっちにいるかな、どうかな。こっちエディンバラは見られてるけど、クリーランド見られたかな。見られてたらちょっと警戒されるかもしれんけど、戦艦は一隻しかいなくて逆側にいるから、まあ割と強気でも大丈夫。戦艦砲なければこいつ死なないからな。忙しいところに忙しいところに無駄なチャットを流していく。左舷から魚雷接近。なんか魚雷やったな。4本魚雷。おお、ちっか。プロ人間スキーさん、赤字さんだったっけね。こんばんは、いらっしゃいませ。痛いよ、打たないでよ、みたいな。オルタさんのクラメンが襲ってくるびっくりしたろうないきなり降りるんだもん。もうちょい見つかるタイミングが後だったらワンチャン狩り殺してたかもしれない。入られるかな。そしたら反転しようかな。オークランドやれてるから一旦隠蔽入ってから反転して、で最悪パカオとのワンオンワンになってもなんとかなるから、
お、お腹見せると痛いよ。ATS。この子は。あ、でも俺偏差ずれてるかもしれない。まあ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 。まあ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 。ちょっと、ただここ調子乗って攻めると負けちゃうから、こっちの味方、クリーブランドと、ちょっと足並み合わせたいね。クロスっぽくはなってるから、だいぶきついと思うんだよね、あれ。あと、注意しなきゃいけないのは、今、スマがなくて、魚雷だね。戦場に火災を確認。火災については、超回復あるから、あんまり、なんとでもなる。超回復は、素晴らしい。おお、怖いね。これこれ。これを注意しなきゃいけない。やっぱね、外周取ると有利なんだよね、このゲーム。ナイスー。警告、戦場に火災を確認。ナイスー。よし、そんな回復したから、これで事故はないな。戦闘数ってランダムとランクコープ戦足せばいいんでしょうか。ね、ランダム戦だけでいい。一旦ランダム戦だけでよくて、たまちょっと例えばなんだけど、そのランダム戦2500戦ぐらいしかしてないんだけど、フラン戦をなんか3000戦とか4000戦とかしますとかっていう、ちょっとすごい偏った方がいたら、ちょっと後でごめんなさいするかもしれないんですけど、大体の人はそんなことないと思うから、ランダム戦が3000戦超えてなければとりあえず OK なはず。いや、なんかあれだね、僕、おお、オルタさん全然参加できるんだけどさ、フラン戦とかチーム戦とかに興味ないですか。9月7日に左下のね、 WNH カップっていうのをやりまして、こう初心者さんしかいない参加者さんが初心者さんだけで、結構そのクラン戦やろうってなると結構ハードル高いじゃないですか。で、そういう初心者さんに対してですね、提供している大会でして、くるくるさんこんばんは。参加者さん全員初心者さんですし、そこにちゃんと運営側からある程度レクチャーをしているコーチさんをつけて、優しく教えてもらいながらチーム戦できるよっていうイベントなんですけど、注意点はその、マジっすか、もしよかったらぜひ。注意点というか一番ネックなのはね、ちょっと練習をするので、その直近1週間2週間が若干ちょっと忙しくなったり、ちょっと日程開けていただかないといけないって感じなんですけど、もしそこがクリアできればぜひやってほしい。参加者アンケート取ってるんだけど、基本的にね、もう9割以上が良かったっていうアンケート返ってきてるから、めっちゃいい経験になると思うし、仲間もできると思うし、何よりもね、WNH カップ以外で初心者でも気軽に参加できる、でかつチーム戦を味わえる醍醐味の、チーム戦の醍醐味を味わえるイベントなんかないから。あ、ニットさんニットさんが、ちなみにニットさんはザコってこと？ニットさんをいじめるためだけに今ディスコードのね音声ミュート解除してね。売るんですか？ロビー戻ります。はい、出ます。はい。面白かった。
一緒。大道さん、こんばんは。いらっしゃいませ、配信も。ずっと初心者気分なのに気づいたら7000戦超えてた。ね、あのいろいろ練習とかやりやすいので、この配信、ここにいらっしゃってる方、ほとんどの方、初心者あんまりいないんですけども、知り合いの方にですね、初心者の方いらっしゃいましたら、ぜひ、ぜひぜひ、ぜひぜひ、応募くださいと 言っていただければと思います。さっきシャムネコさんの方からね、いろいろ言っていただきましたが、初心者にいい大会になるように運営一同頑張ってますんで、はい、損はさせません。ぜひ1週間参加して大会に来ていただければなと思いますんで、ぜひ。めっちゃぜね、ひぜひ。ケイタさんには頑張っていただいて実力るんはだよ何にも関ね。係ありません。大丈夫ですので、大会自体も巡洋艦と、戦ティア7。ぜひちょっとね。間違えた。巡洋艦と駆逐艦がティア7。お、ありがとうございます。初心者。プリズムテッドさん応募してぜひぜひ。くれたって。ありがとうございあまりす。ます。はい。ぜひぜひ。そう、まあ、その皆さんフレンドとかいらっしゃると思うんですけまど、だそエンのフトレンリードしとてかないにの？も、フレンエンドのトリーし方てとなかいにも、この3000戦以下っていうのに該当してたら、ちょっとこういうのイベントあるみたいだから出てみたらとか、軽く声かけてくれた。はい。くるくるめっちゃ嬉しいさっすんね。もさ、ちょっとみはんい。なの背我中々押しとてほししくてさ、くるくるさん出れるなら出たいやろ？は。お、もしね、お時間が許す、お時間とか、まあ、そういう期間が、出れるなら出たくない？くるくるさんと。合うのであれば、ミキさんもご参加していただけたら。あ、全然いいですよ。600戦行ってなくても全然大丈夫です。過去に参加していただいた方で、一番多分戦闘数少ない方で、180戦とかの方いらっしゃったんですけど、普通に動けてたんで、多分、本番の。うん。だからプリズム提督さん3分の1の方、3分の1の戦闘数の方が、出たいやろ、うん、ね。でもさ、クルクルさんはもう絶対出れない。全然。ミキさん、そんなにこのゲームにハマってるんだったら、むしろね、もっと7000戦超えていただけたらもっと楽しめるかもしれない。今後ちょっと初心者の定義を若干甘くする可能性はあるけど、でも7000戦は絶対ないから、いろんな人と、もしくは WNH カップ自体のその配信意図を変えればって感じだけど、でもまあよろしければ、知り合いも増えますし、ね、わかんないからね。あとミキさん、そのペースだったら、多分今回のタイミング、半年に1回、今回の大会が最後かもしれないで、できて半年に1回だからこの大会。そう、ミキさん、そう、半年に2400戦できる。だから次、熱量をお持ちなのであれば、次出ようとしたときに、もしかしたら初心者の定義超えちゃってるとか、そうです、ね、あるから、迷ってんならやったほうがいいと思うよ。いや、全然大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ。うん、あ、全然全然、勝率とか関係ないですよ、本当に。っていう感じで、ちょっとケイタさんが、マジで関係ないです、本当に。でむしろ、なんかこう、うん、上手くなりたいとか、思ってるんだったら、たからなおさら参加してほしいですね。うん、伸ばすチャンスであると思うんで。自信に声乗っけてたけど。結構ね、いろんな人からこう自分のプレイ見てもらったりとか、とああ、もう、副音声、ポジャでお送りして、とりあえず、あれですね、貼っときますね、イベントの。とりあえずイベント貼っときますね。ここのあれ見ていただいて。今回、皆さん、高知付きですの。そう。そうなんですよ。いろんなこと聞きますんでね。じゃちょっと僕の方で調整しつつ。ああメンバーそうですね。プリズムデイドクさんは、キュアグレイスさんですかね。キュアグレイスさん、キュアグレイス、キュアグレイス。まだ入られてないかな。うん。トレモの入り方わかります？プリズムデイドクさん。エントリーしました。ありがとうございます。ぜひ頑張りましょう。僕、上から配信するんで、ね、であれば上から見て、配信してるんで。ぜひ練習してもらって。まずトレモっていうのがちょっとあるかな。トレーニングモードっていうモードがあるんですけど、このゲーム。いいところ見たいなと、みんなの。あとは、あれだ、さっき買ったのブラボーチームだよね。と。じゃレトロラーさんあたりをちょっと A チームに出すか、まずは一旦。ちょっと、俺の中で定評があるんで、レトロラーさん。1日、あれかな、練習日の話かな。もう一回ごめんなさい、もう一回やりますね。名前が、IGN が、パスワードも、ありがとうございます。ケイタさんが貼ってくれたやつですね。これっすね。うん。あとは。で、これで、プリズム提督さん入ってくれたら、9対9になるんで。じゃあ、とりあえず次は9-9でやろうかな。はい。
今ロビーにいらっしゃる方で、まだトレモにやりたいけどまだトレモ入ってないよって方いらっしゃいます？大丈夫かな？うん。OK です。あ、ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。了解です。一旦、じゃあ、皆さん、おのおの好きな監修乗ってもらって、一回監修出してください。皆さん、好きな鑑定。何でもいいんで。気が8で。で、運営メンバー側で、まず調整して、それで。で、それでもできなかったら、ちょっと上手い方、さっきみたいに、デトローラーさんとかに、テイオさんいらっしゃい。ちょっとこういう感謝の。テイオさんも、してもいいですか？イベント来る？WNH カップは無理だけど、今日のイベントはできるよ。うん。またエディンバラでいいかな。ちょっとあれかな。変えた方がいいかな。サーモンとか。はい、了解です。やかな。プリズムディドクさんはこの IG ウォース ID って書いてあるこのキュアグレイス0309で大丈夫ですよね。IGN がウォースのあれですよね。あ、そっか。いや、それはね、それはしゃあない。テオさん頑張ってね。上から応援して、上からちょっとカメラでバッチリ押されるようにしたいなと思うんで。入るになってるんで。はい、今、招待送りました。ありがとうございます。ちなみに、マジで、チーム映っても潜水艦でどう映ればいい、動けばいいのか、いまいちよくわからない。さあ、みんな、好きな監修をまずは選んでください。うん。いや、ぜひ頑張ってほしいな。一旦何でも大丈夫ですよ。一旦ね。一旦ね。条件はティア8の鑑定ですね。ティア8の鑑定であれば何でも大丈夫です。絶艦長とかそういったもの、こじゃくじゃになった。身の見やしる？ちょっと、どれどれ。はい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 、はい。ああ、なるほどね。なるほどね、今。いっちゃうどうかな。頑張ってほしいね。なんかめっちゃ参加チーム多いんでしょ今回のコッツ。なんか枠増えたって聞いたけど。じゃあとりあえず駆逐は OK です。駆逐組は OK です。2隻ずつなんで駆逐は2隻ずつで OK で、ブラボーチーム、あ、俺誰映した？待って、俺じゃない人映した。あ、レドローラさん映してる。危ね。ブラボーチーム戦艦1乗ってもらっていいですかね。じゃあブーブーマルさん戦艦で、ブーブーマルさん戦艦。お、かまだ潜水艦運命言われなかったから、相手にも潜水艦出した人がいるんだ。多分ブーブーマルさん戦艦乗ってもらって。あ、いや、ブーブーマルさん空母かな。ごめんなさい、ブーブーマルさん空母で。プレイスメント消えた分報酬増え。グループプレイスメントって何？ホッケのイラキさんいらっしゃいませ。ホッケのイラキさんは3000戦超えてるな、きっとな。で、ポチャさんと、スキーホーさん戦艦で。ポチャさん、ごめんね。いや、ダメだった、やっぱ。戦艦で。大丈夫っす。オッケー、これで、これでとりあえず、戦艦だったら、レーダー艦は、オークランドってレーダーでしたっけ？この船ね、どういう船か。レーダーじゃない。覚えてないんですよ。オークランドってレーダー艦っすね。違います？違う違う。じゃあ、レーダー艦が、ダメでした。潜水艦許されなかったです。ブラボーだけちょっと離席になっちゃってるんで、どうしようかな。巡洋艦、アルファの巡洋艦の人でレーダー艦出せる人います？うん。人月さんか、レモンさんか、ブラボー、あ、ブラボー、マジで。今期はグループステージに割り当てのため、グループプレイスメントっていうのがあ、違うよ。はいはい、やれだな。もう多分全然ルールについていけないからちゃんと読み込まないとな。あ、了解です。オッケーオッケー。これでレーダー艦揃ったか。レーダー艦の数も揃ってる。ん、揃ってる。もうね、戦艦とかにもいるもんな今。
戦艦とか駆逐艦を見るものちゃんと見ないとな。まあまあでも そんなまあ待っていたわ。んボロジのいるじゃんこら。こらこらこら。いるじゃねえかやっぱり。トラップトラップ。やるやつしてると思った。レーダー艦のあの人数を合わせようとしてて、ただ駆逐と戦艦とかにも搭載されててヒーヒー言ってるシャマネコさん。ほな。ガロビン戦艦乗ってもらおうか。オーラさん。普通の戦艦。じゃあは。ベースカレーだけど。聞こえるようにしてる。レーダー持ってない。うん。でこれでパウロさんがレーダー艦ではない戦艦乗ってもらって OK かな。あって石原さん、おさまさあの X にもつぶやいたんだけどさ出なかったんだよね、はい、OK でーすなんだけどよしじゃあこれで艦首と、まあ、どうにもならなかった。あ、俺そう、あと俺帝王さんに聞きたかったことがあってさ、あの配信タグっていつつけれんのこっつちょざっと見たんだけどさ、もうつけれんのかな。あでももうんー連絡しろ、個別連絡しろってことこれ。いや違うよな、よく分かってないんだよね。マジ？どこから登録すんだ？どこだ？ちょっとどこだ？あーごめん、あれ送ってくれ、DM で、あのウェスパーで送ってもらっていいですかね？あの配信に URL が。すいません。潜水艦許されなかったか。これクラン戦モードじゃないな。総員戦闘配置。アクイラのダメージ自体はバイタルいけなかったはずだから大丈夫だと思うんだけど、押し足りなかったかな潜水艦。ワンチャンさ、あの A チーム潜水艦出してもらってって言ってもらえるかなと思ったら速攻却下だったわ。速攻却下されてなんかいじられちゃったわ。ゆっきゆきで出してるところ申し訳ないんだけどとかって言われて。お、さっき対面だったミキさんが今度は味方にいる。まだもっと入れたいんだよね。ゲームをうるさかすぎたりしない？僕の声がちっちゃいかこれもしかして。お、オルタさんよろしくお願いします。ああ。遠方に敵艦を確認。じゃあ特に切らない。大丈夫。ありがとう。音声調整何年配信しても慣れないわ、難しい。やっぱ自分で聞けないじゃん配信してる時の声。自分で聞くとさ、やっぱちょっと遅れて聞こえてちょっと喋りにくくなるんだよねって関係で。エザリッチさんどうもこんばんは、いらっしゃいませ。またいろいろよろしくお願いしますね。
戦艦見えてないな。天城は見えた。キーか。キーがまだ見えてないのね。これ次、あたこ、もう一回腹見せてきそうな気しない？俺きそうな気、きそうだなって思うんだけど。AP 入れとこうかな。キー。それ、俺見つかりたくない。10、9、8、7、5。撃てなかったな、お腹。あ、でも、これで、これ。はい、実はここにいました。ドスコイ。いやー、勝って、アタゴ。残念。ばらけすぎじゃね？まあ、ナイスサッカリ。このままバックで、ここは無難にいいんじゃねえかな。キーとの戦艦の打ち合い、アタゴが入ってきたとしても、負ける気がしないぞ、これ。もなく沈まないぞ、多分。僕が、ポカして、魚雷食らったり、バイタル抜かれなかったりしない限りは、負けないぞ。ただなんか命中精度がバチクソに悪いんだけど、精度アップでついてないとかあるかな。この子超回復得たの偉いよな。3発当たったのに燃えてくれない。オークランドこっち来た。燃えてんのに隠蔽入れるの強いよな。ユダリッチさん、今 WNH の単純な突発イベントで初心者じゃなくても入れるから来る？おいでおいで、ロビーおいで。ああ、まあまあ、なんとかなるんじゃないかな。ダメだったっけ。いやー、僕もうそろそろ倒せそうと思うじゃん。すげえ回復すんだよね。だから僕は撃たれないよ、それ知ってるから。やっぱこいつ強いよな。でまだ駆逐がこっち側にいるから、こっちから魚雷来ることもない。一番怖かったのがこっから魚雷なんだけど、それもないということで僕は死なない。あれ疲れたかな。
なんかカジノ聞き悪いからこいつもアップグレードついてない気がしてきた。どんだけアタゴから撃たれても死ぬ気がしない。これは痛い。減速された。魚雷一発もらっちゃったから回復カーバーなくなっちゃったね。一気にね。これ多分飛行機でキーが見えるから。うざい。下がります。これこれこれ落としたい。これあと12秒待てれば復活するけど、私は18秒でもう一回超回復くる。うん、これ俺狙ってるよな多分。ほら超回復だ。痛えなあ。燃えなかったか。ゾンビすぎるこいつ。ただプッシュはしなきゃいけないね。後方に魚雷確認。お、エロエラさんレイドありがとうございます。こんばんは、お久しぶりです。いらっしゃいませ。元気でしたか。お風呂ありがとうございます。痛いな。1位けどちょっとプッシュしないとだから頭前向けます。キー落としたかったな。逃がされちゃったね。
あれがオークランドだな。敵軍の勝利が目前です。英国戦場に火災を確認。前方に魚雷確認。戦闘機を発艦。対応完了しました。前方に魚雷確認。敵軍が優勢になりました。いやー、立ちったよ。左舷から魚雷接近。船体に亀裂が。進水が止まりません。さすがに厳しいね。だいぶ回復したけど俺。残念でした。ということで今 WNH の突発イベントに参加してます。初心者さんじゃなくても参加できるイベントなので、もしよかったらぜひぜひで、3000戦以下の、初心者さんにぜひ WNH カップちょっと今人が足りてないので、もしよかったら参加して、迷ってる方いたらね、参加していただけると嬉しいです。ハローボカーンということで、熊玉さんいらっしゃい。あとフォローさっきいただいたのはどなただったかな。ポテトさんですね。フォローありがとうございます。とペロペロさんでありがとうございます。熊藤さんサブスクありがとうございます。1年ですね。じゃあ12ヶ月分のサブスクライブ、わお、ありがとうございます。よろしくお願いします。すごいね。やっぱでもモナークは強いけど、やっぱ戦艦としての突破力がないっていうのはちょっと気になるところだよね。こちらこそよろしくお願いします。熊本さんは今年ね、勝負の年ということだと思うのでね、まあオースほどほどリアル重視でね、楽しんでもらえればと感じですね。あと帝王さん DM ありがとうございます。あ、そっか、こっから申請するんだっけ。了解了解。ありがとうございました。はい、じゃあロビー戻ります。おお、エルダリッツさん、サブスクコミュニティありがとうございます。カズフォーンさんですね、おめでとうございます。エルダリッツさんありがとうございます。この戦力差はわあわあわあ。いや、こちらこそいつも応援ありがとう。見た目はね、179000。だいぶ耐えたよ。マジでゾンビだったね、本当に。リア充からマジで多分ヤマトぐらい耐えてるようなワンちゃんだ。いや、まあ僕は満足です。WNH カップの体験会は僕練習として解説みたいな感じでやれたらいいな。しばらく大会配信の解説してないから、ちゃんと解説できるように練習しとかないとと思って。参加者募集中なんでね、ドカドカとバーンって書いておく。ということでね、ウォース初心者さんもしいらしたら、あとちょっとね、もし可能だったらウォース初心者さんの知り合いがいたらね、ちょっと情報提供いただけると嬉しいですね。背中押してあげてほしい。こういうのあるけどどうって。
なんか質問あれば教えてください。安息の地、かな。次何がいいかな。次何がいい。次僕何乗ったらいい。何乗ってほしい。ねえ、とかもう一回行く。もう一回ウッキウッキで出してみる。潜水艦 CV、 あ、ちょ CV 出すか。じゃあ逆に、あー、ただな、今 CV に艦長が乗ってないから一旦順位は何がいい。まあ加賀だよな。ちなみにさ、モナークはちゃんと乗ってたんかな、艦長と。あ、あった、乗ってた。イギリスはさっき乗ったよ。え、あのエディンバラ乗った。あれ、パスワードが。アメリカ基準出せるよ。ちょっとトイレ行ってくるわ。よいしょ、戻り。うん、ぜひぜひって感じですね。OK、スキン鉄ファンさんはね、入れます？トレーニングモード。バガー。バガー。まあまあ。ミキさん、あの IGN 分かります？自分の IGN、ウォーズの ID、 あの左上にウォーズのゲームを立ち上げたときに左上に自分の名前出てくると思うんですけど、
その名前をここのチャット欄に貼ってもらってもいいですかね。そしたら僕から招待飛ばすんで。ありがとうございます。あ、そうか。ミキさんもう入ってるか。ごめんなさいね。そうか。ミキさんもう入ってるか。大丈夫か。金鉄板さんが入ってないの。OK。ありがとうございます。金鉄板さん飛ばしますね。OK です。こいつか。で、どんな船が来てるか。ミキさん、もしよかったらこの後のね、ダブルエンチカップのやつ。ちょっともうね、もうね、おじいちゃんだからね。うん。オッケー、飛ばしました。で、これでじゃあ、イッシャルリさんをブラボーに入れて、で、これで88にできるんで。どうも、こんばんは。他に参加希望の方はいらっしゃいますか？ティア8の。せっかく教えてもらったし、先輩見解。あれするか。じゃあ、久里さん、ブラボーに登録しとくか。じゃあ、皆さん、一旦、運営メンバー並びに、まあ、運営メンバー以外は、一旦、その好きな鑑定ピックしてください。運営メンバーをピックしてもいいけど、変わる可能性大です。あらあら、はい、変わる可能性大だって。しょぼんしないで。あ、そっか、画面共有してるか、俺、ずっと。ありがとう。ナイスすぎる。おはゆしゃきさん。さん。どうせ出ねえからな、その、うん、潜水艦と。くよ。ほうほうほう。戦艦に巡洋艦に空母じ、駆逐艦。登録するにはチームのマネージャーである必要があります。OK、戦艦に巡洋艦に駆逐艦。ってことは、こっちじゃねえな。配信者登録。さあ、皆さん、好きなティア8の鑑定をピックしてください。ストリーマス、これか。ある程度手伝ったら、もう一回見に行こうかな。ストリーマスサインアップ。うん、ランゲージが、ジャパニーズ。チャンネルは、うん、これで。ディスプレイネームが、これゲームの名前の話かな、今現在はティア8の、なんでも、あ、観戦できますよ。オブザーバーもあるので、参加していただけたら。ノーリージョンセレクト。ちょっと待って、リージョンセレクトしてくれたんだけど。始まったら僕の方で、ロビーに皆さん見える形で画面共有はしますけど、普通に自分でオブザーバーで見たいよって人は。ヨーロッパかノースアメリカしか表示されないんだけど、これ。ヤジ飛んでますね、チームブラボーに関して。チームの移動ですか？移動っていうのはこれでセーブどうですか？うん、チームに関しては僕の方で勝手に独断と偏見で一旦できたから、あと3分でいけそう。一旦これでいこうかなと思ってます。あ、でもあれかな、もしかしたらチームに関しては一旦これでいくって。あ、ボイスチャットですか？ボイスチャットの方は監修がしっかり揃い切ってから、僕の方でじゃあ映ってくださいって指示出すんで、そのタイミングで映ってもらえれば。しかもちょっと俺、はい、今、シャムリクさんに話せない状態では。ありがとうございます。ナイス質問です。戦力差とかはね、ちょっとごめんなさい。申し訳ないけど、ちょっとね、さすがにそこまではね、やってたらめちゃくちゃ時間かかっちゃうんで、30分とかになっちゃうんで。ある程度ね、監修だけ揃えて。申し訳ないです。じゃあ、ブンブン丸さん空母かな。ちょっと申し訳ないけど、もう一回空母乗ってもらってみますか。俺が空母出したから、ブンブン丸さん空母乗らなきゃいけない。面白。はい。テヨさん、ありがとう。登録できた。まるで俺が強制してるみたいに言わないでほしいな。別に俺は、ブムムラさんにお願いして、ブムムラさんが自ら乗ってもらってるだけだからね、クーブに関しては。うん、これはあれですよ。これ俺悪くない。増えたら嬉しいなって言ってるだけですから、ね、うん、あれ、なんか、クーブ増えたけど大丈夫かな。あ、クーブ2席。じゃあ、ポトさんクーブ。ポトさんクーブなし。はい、なんかダメって言われたわ。そんな雲なしで、はい。で、戦艦に、駆逐に、巡洋に。戦艦に、駆逐に、巡洋に。ああ、これあれだね。
忍者さんとポジャさん、好きな鑑定乗れる、監視乗れるね、これ。早かったな、忍者さん。あ、じゃあ、ポジャさん、授業館でお願いします。授業館で。レーダー管揃えた方がいいかな。ただ、今回はレーダー管。アメリカ、あれだから、あれしないといけないから、艦長を持ってこないといけないから、イギリスかアメリカって言ってるから、アメリカ乗るか。まあ、そこはいっか、別に。アメリカも艦長のシルブルで。そこまではしっかりやらない。こんばんは。いらっしゃいませ。だっけ、まあ、運営だからね。しゃあない。そんなこと言ってたとしたらね、なんか、ホークがーとか、刑事4巻がーってなっちゃうから、いや。エディンバラ大好きなんだけどな。ちょっと劇の元凶となる。やめて、フラグ立てないで。この時はまだあの惨劇が起こるなんて、まだ誰も知るしじゃなかったです。あ、多分だから、いいですよ、全然。忍者さんと僕が自由枠だったんだよ。好きな鑑定。で、乗ってください。で、あっちが多分巡洋艦出したから。巡洋に、巡洋さん、駆逐に、戦艦。ああ、ここはね、僕が合わせてあげようとね、いう優しさを。空母1、戦艦に、巡洋さん、駆逐に。OK! はい、OK! OK です。じゃあ、とりあえず揃ったんで、ボイシャット移動しちゃって大丈夫です。アルファチームがチーム A。ブラボー。断面グーゴ出したかったな。レインダーさんでいいのかな、読み方。こんばんは、いらっしゃいませ。10月30日で誕生日ですか。あれ間違えました。移動します。すいません。間違ったって。いや、間違った。本当だ。11人も見てる。ちょっと逃しちゃいました。僕あの試合火だめが17万あるんですけど、どう思います？そう、一回6000まで減ったんでちょっと危なかったですね。楽しい雰囲気で VC をやっておりますね。ただシルブールは外周早いので、外周さっと焼いて AP でサクッとバイタル抜いて倒せるといいっすね。もしこれレキシントンとか出したら、あ、ガメージでありがとう。シャチさんありがとう。助かる、そのコメント。忘れてたわ。もう完全にやる気満々だったわ。正直、この移動でぶっかいたくないんだけど。ちなみに外周に、アタゴ来るとちょっとめんどくさいね。プッシュが難しくなるね。
あと今回なんか対空防御砲火乗ってたから、まあ空母にはいいんだけど、あとあのネブラスカ一人にしちゃうとちょっと怖いよね。あんまり外周開きすぎるとちょっと危ないかなって気もする。敵を発見した。外周開いてあいつ狙わないとってして、敵の空母が僕に対して兵糸を向くようにできれば一旦まあ悪くはない形にはなってるかなって感じだね。が一旦 B に来てて、これキットっぽいよな、空母いても関係ないよって感じで。こいつも隠蔽悪くないのか、 13.7kg だったっけ、こいつ裁量隠蔽そんなことないよな。戦艦どっちもこっちに偏ってんのか。アタゴか、ちょっとめんどいな。こっちはちょっと防衛だね。だよね。あ、なんか隠蔽ねえなこいつ。これね、多分ね、ネブラスカ下がった方がいいかもしれない。無限に C プッシュしたいね。勝てな。ちょっとお腹見せたんだよね。そのタイミングで来るかが心配だけど。来ないね。口食ってるから。戦艦から撃つかね。あのキットは多分倒せないな。これ来るよ。イテーサップ。
消したら装填使っていいかな。でも消したら多分木疲れるから、ちょっと姿勢作って呪法装填、なんだっけこれ、ブースターか、ブースター使おうかな。やべ、タイプミス、タイプはミス。何がきついってさ、こいつの認定悪すぎるんだよな。 13.7 キロってもう1000回やん。ヒットに見つかっちゃうんだよな。でこれ行こう。苦しいな。これね、詰めるとね、詰めるとね、生きるか死ぬかなんだよね。死ぬまで、死ぬまで戦い続けることを強制されるんだけど、600点だから。リスク取るしかないから。行きたいな。だいぶ苦しいけどね。あんまり見えない、ここの打開の未来が。やるんだとすると、アタゴ無視してベネト倒して、奥にいるであろうカガまでアプローチが一番見える。うわ、最後当たってないのこれ。前方に魚雷確認。戦場に火災を確認。嬉しいね。そもそもクロスになってっからね。
前方に魚雷確認。エンジンブースト始動。あいつ倒すしかない。つかねえんだよな。そのキットとの打ち合いは勝ってもらうしかないな。次の AP をなんとか耐えたら一方が見える。これだけ耐えてくれ。よし、恥じた。ナイス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 。オッケー。バイタルたくさん入んないかな。一発か。一発じゃ足りん。魚雷が来るからそれを言ってもしょうがないので、なんとか一歩取らなきゃいけないので、対応完了しました。いやー、発火率強すぎ。商談さん、弾いてくれ。もう一発、だなと見せかけて。あー、死んじゃうかなこれ。残念。敵軍の勝利は目前です。これ以上はただ厳しかったな。残念。ナイスキャップね。装填つらかったね。まあでもこれで装填あったらバカクス強くなっちゃうからね。C プッシュも苦しかったか。席数同数だったっけ。ミス。おー、避ける前。あー、でも飛行機で。
前です。もうめっちゃ受けるね。あでも、あでもあでも、お逃げる。あーこっちにいました。残念、残念だったね。まあでも潜在ダメージたくさん稼いだからな、これ以上は無理だったな。できることはやったかな。ということで残念でした。ギミットきつかったね。頑張ったね。ありがとうございました。じゃあロビー行きましょう。はーい。よいしょ。さあ、ここからシャムネコさんが喋ってくれるから、僕はサボりタイムだな。うん、ではですね、一旦ティア8の、一旦というかティア8のランダム戦に関しては、ここまでにします。で、次からはですね、WNH カップ体験会ということで、現在 WNH カップザ・フィフスっていうイベントの、あ、お疲れ様です。ありがとうございました。参加していただきありがとうございました。フィフスというイベントの選手を募集しておりまして、で、こちらの、まあ、ルールにのっとって、まあ、トライモードをやろうじゃないかという話ですね。なので、1戦目は新たな夜明けのクラン戦。クランツヤス戦かな。新たなというわけなので、参加していただける方、参加してくださる方も、このさあこの戦闘のルールにダブルエンジカップのこのチャンネル開いていただいたらわかるんですけど、戦闘ルール使用官庁だったりとか使用官邸に制限がかかってるんで、あとはホワイトリスト、プレカンホワイトリスト、プレミアムカンでも乗っていい鑑定と乗っちゃダメな鑑定があるんで、このこれに乗っ取って皆さん鑑定のご準備をお願いします。はい、やっなのでまずはこれのダブルエンジカップ体験会に参加していただける方はこのトレモに残っていただいて、残っていただいてじゃないわ、そうだな、集合時間決めよっか、45分を目安に準備していただいて、皆さんもう一回お集まりいただき、お集まりいただいて、はい、使うね、官庁の制限もあるんだよね。もし余裕のある方、余裕のある方は監修をこう戦艦とかね制限あるんで、巡洋艦とか駆逐艦とかもうちょっとティア7までの駆逐としていただけたらなっていう。戦艦は45分厳しいかな、もうちょっと時間あれした方がいいかな、うん、ただ10時までっていう方がいらっしゃったから、ちょっと10時まで、一応リングラード使えるんだ、でリングラード使いたいな、一戦ではあるんで、ま、とりあえずそうっす、ね、うん、とりあえず45分のメダル、うん、ガチャマダも強いんだよね、うん、で艦長の、特に艦長ですね、艦長の準備をする際に注意点が一つありまして、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。艦長の準備をする際に一つ注意点がございまして。何にするか。うん。あ、了解です。ありがとうございます。ですね、艦長に関しては、既存の艦長を、振り分け、要は振り分け直すよりも、よりもというか、振り分け直すんじゃなくて、新しい艦長を買ってください。レベル3の。その乗りたい艦艇の新しい艦長を買ってください。レベル3の艦長だとすごいその安く買えるんで、
そこまで負担大きくない。予防整備と最後の手で、わざわざこのイベントのために振り直すことは、おやめください。リングラーと、はい、それはめちゃくちゃもったいないんで。巡洋艦は、うん、艦長経験値なかなかねいりますからね。アトランタ、インディアナポリス、アトランタだろやっぱ。とりあえず、とりあえず米井さんじゃない、フィルさんをブラボ入れようか一旦。で運営メンバーは一旦オブザーバー入れて。あ、僕ら一旦オブザーバーだからもしかしたらあれかも。そう、僕出れんかも。三艦長変えるんだよね。ね、いや本当ありがたいよね、三艦長変えるの。三艦長だっけ、五艦長だっけな。まあ要はその何0ポイント艦長を10ポイント艦長だ。いくつだっけ一番高いのって。最近艦長買ってねえから覚えてねえな。まあ、三艦長は確か買えるんだよね、うん、でそれがそこまで高くないんですよ。レニングラード、うん、なので戦艦はティア6。よいしょ。熊友さん、マジっすか、インターネット調子悪い。ベストパーウォースパイト。まあただ艦長のなんてだっけ、ウォシビ今6だっけ、ウォースパーにしとこうかな。あれ、ちょっと待って、こんな高いっけ。あれ、三艦長買えなくなってる、いつの間に。嘘でしょ、マジで本当に言ってる。え、ちなみに6の下って何になってます。90万クレジットちょっと高いな。マジかよ、買えなくなってる。いつの間にこれアフで入ったっけ。どこのタイミングだ。グリサップと、嘘でしょ。いつまで6になってんの。あ、そうなの、本当に半年前6になってんの。8000経験値、あー8000経験値か。90万クレジットと8000経験値どっちの方が価値低いんだ。あー、でも経験値ってね難しいんだよな。カンさんがどこで買うんだ。90万。あ、了解です、ありがとうございました。うん、8000振り重いよね。あれ本当に6レベルだっけ。あれどこで艦長って買うんだっけ。あれでも前回大会さ3レベルみたいな話してなかったっけな。それで3レベルに設定したはずなんだけどな。てか3レベル艦長がなくなったとかそういう形なのかな、そういうことなのかな。マジか。うん、そう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 、そうなんだよね。あー、クレ艦長で好き3スキルの艦長がある。いいよ、ちょっと待って、それダブルエンジカップにとってかなり出てたんですけど。いつの間に。マジかよ、どうしよう。90万クレジットの方が嘘だけど、普通のプレカンで3がついてきます。お前ゴッドだねこれ。OMG だね。で普通のプレカンで3ついてるんだったら3艦長にしてよ。てか別に3艦長決して必要なくねっていうか、そもそもなんで3、6に変更したの。3と6でいいじゃん、選択肢を増やすように。なんだったら艦長変更する必要なくない。艦長外すとあれだったんだよね、駆逐がきつかったんだよね。あれがなくてさ、最後の抵抗がなくて R の切るタイミングがめちゃくちゃ難かったんだよね。普通にお時間です。はい、いやちょっと待って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 、急に話変わってきたな。ちょっと待ってくださいね、どうしよう。ちょっと今回のさすがにイベントのために三艦長を用意してもらうの、要は六艦長を買う必要があるんですよ。三艦長を買うってなると、で六艦長を買うのはちょっとさすがに
僕らとしてもしてほしくないんで、このイベントの基本訓練で艦長なしにしてきたら、どうしよっかな。ロビーに上がるスピーカーになれないかな。俺ちょっと提案してこようかな。あーかな、それのせいかな。一緒、一旦艦長なしでやったら、そうだね、うん、そうなるかな、うん、それが丸そうだね、うん、じゃあ皆さんごめんなさい、一旦ですね艦長なしでいきましょう。一番大変なのは駆逐です、駆逐は常に火事壊れませんようにって音量にしながら乗ってください。てか多分 R のタイミングの使い方が難しくなりますね単純に。そう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 どのタイミングで R を使うかというね、あの最後の抵抗ありませんのでね。艦長以外、要は旗とかアップグレとかその辺は制限ないんで、艦長だけ外してきてください皆さん、参加される方は。はい、なので一旦解散、皆さん艦長だけ外してもう一回戻ってきてください。あれそうなんだ、三艦長、特別艦長、特別艦艇アーリーアクセスしてくるよね。どうしますか、またちょっと海人で話しましょうか。これはどういう条件ですか。これはですね、このに関しては3000戦以上の方も参加して大丈夫ですよ。まずはね、艦長なしで出撃ってできましたっけ。できます、できます。一旦艦長だけ外してきてもらって、でトレモに来ていただければ、大丈夫です。はい、艦長だけ外してきてください。OK、外れた。解任はしないでくださいね。解任はしちゃダメよ。リザーブに送るってやつですね。そうすると、リザーブに送られる。控え室に解任は絶対しちゃダメですよ。解任はさよならしますからね。ない艦長にの世界でも大丈夫。あ、大丈夫です。ポイントなしの艦長でも大丈夫です。はい。スキルレベル0の艦長か、艦長そもそもなしか。どっちかでお願いします。ワイマはね、ワイマは、ワイマダメだ。イベントがダメになってるはず。うん、ワイマはダメです。さよならした？マジ？多分それ戻せるよ。あ、戻らん、そう、すぐだったら。なんか言うあったよね、うんうん、で戻せないやつはね、多分経験値入ってないやつだと思う。なんか、そう、有料ボタンが。右下に通知来てませんかね、右下だっけな。うん、でリザーブのところからね、そう、戻すみたいなボタンが1時間以内だったらあるから。あの近鉄ファンさんも戻せるんで大丈夫です。右下に通知来るっけ。プレカンはファイドレスにあるやつだけ。久しくやってないから覚えてないけど、ちょっとどうでもいい艦長あれするわ、解任して確かめてくるわ。うん、オッケー。いや、24時間か。解任してしまいました。あー間違った、うん、とするとここに解任キャンセルってやつがありますね。解任しちゃった人、あ、OK です。ちょっと待ってね。間違って解任しちゃったってなった時、どの船で解任したかなんだけど、その解任した船の配属っていうのをやって、でリザーブの一番下に解任待ちって出てきてる艦長がいます。でその解任待ちのところにカーソルを合わせると解任キャンセルっていうのが押されるんで、配信画面が見えないことになってる、これですね。なんで配信キャンセルってすると戻ってきますね。はい、ヒロさん、今僕が貼った IGN とパスワードがトルモ部屋の設定になってるんで、はい、近鉄ファンさんは俺からあれだね、招待しなきゃダメだね。外カチャね、今回は、うん、ホワイトリストには入ってますね。ただ、じゃ例えばこういう感じで、この艦長を間違って解任しちゃったってしても、解任1時間は解任キャンセルができるんで、これを押すと戻ってきますね。1時間以内なんで注意してくださいね。はい、招待送りました。あとは、はいはい、で、そうそうそう、キンキさん、ホワイトリストにあるプレカンだけしか分かりきないです。とりあえずじゃあ、スワイトさんとルイツさん分けて。
はい、OK、ありがとうございます。ミキさん、僕から招待送りますね。了解です、ありがとうございます。はい、送りました。で、ヒロさんこっちにして。ね。まあ、ただ、トレモなんで、旗は消えないんでね。その辺は大丈夫ですよ。とりあえず、乗せるだけ乗せといた方がいいっすね。その辺は。あ、これ、運営メンバーなしでいけるかもね。で、鑑定決まってる方は、一旦鑑定出してもらっていいですか？まずはちょっと。運営メンバーなしで。要は、戦艦とかあると思うんですけど。残念ながら僕は。戦艦だけ制限あるんですよ。あの2隻までっていう各チーム。一旦それはちょっとまずは置いといて、一回自分が準備してきた船出してください。で、それで監視見て、ミキさん旗乗せてきないよ。僕の方でチーム入れ替えたりとかしてバランス取るんで。リュウジンさんと。あ、リザーブにやってない。あ、そうだね。一回。まだ全然間に合うんで。ミキさん。リザーブに飽きないの、そう。リザーブに飽きないはちょっとごめんなさい。それはどうしようかな。リザーブっていくらかかるっけ？でもこれ確かダブロンだよね、リザーブ。ダブロンだよね。100ダブロン。こんばんは、お部屋だと。あ、お部屋ですね。こちらですね。ありますね。そう、あの手この手でダブルを無視しとるよって。あ、そうだね。それはいいかもしれないですね。スキル振ってない艦長と交換でいいと思いますよ。あ、確かにね。そうそうそう。プレカに確かに敵中乗っけるとかもありだね。艦長。うん、よいしょ。いくとか。じゃあちょっと待ってよ。ミキさんが参加規模出してるから、X3 さん、今日は何時ぐらいまでできますかね。一応11時までこのイベントやってるんですけど。5対5だからあれだね。僕入んなくても生まれっぽいってことで、僕の出番はなさそうですね。あ、了解です。じゃあちょっと一旦見学に回ってもらっていいですかね。一戦さあ、じゃあ本番っぽくちょっと解説してみましょうかね。あとはボイスチャットこの後分かれるんですけど、そのボイスチャットもなんかちょっと聞きに行ったりとかして、どんな会話してるのかなとか見ていただいて大丈夫なんで、うん、なので一戦目はとりあえずこのあれで、このメンバーで行こうと思います。これ66にしないと俺見に行けれねえわ。僕だけちょっと今ぼっちなってる。マップは新たなの夜明けですね。はい、ちょとんでもない船出してみようかな。ちょっと、じゃあとりあえず一旦俺がブラボ行って、お、いいじゃない、いいじゃない。こっちはどこかな。北上出してアピールしてる。サバの塩焼きさんはどれですか、どれぐらいまでできます。ちなみに戦闘さんが希望ですよね。サバの塩焼きさん、ボイスチャット運営はチーム A 忍者さんで、チーム B ブンブン丸さんでお願いします。でロビーの方ではポザさんに、あれですね、ポザさんってまだ配信してますよね。おそらくこれ普通になんか配信しますよ。解説チックなこと、はい、OK です。観戦してもらいながら、はい、ちょっと解説チックなことしてもらおうかな。ちょっと置いてかれてます。今ですね、チームは振り分けたんですけど、でサバの塩焼きさんは選手として参加する希望ですよね。ワンマン実況配信だし、かつ何時まで参加できるかっていうのをちょっと今聞きたくて、
カメラじゃなくて、サバの塩焼きさんが、もし選手として参加可能、あの希望なのであれば。ああ、なるほどね。なるほど。時間の制限、了解です。じゃあ、ちょっと一回、この試合は、ちょっと待ってもらってていいですかね。待ってもらって、オブザーバーでちょっと観戦してもらっていいですか、ね。うっとうしい、これ。で、次の試合で、ちょっとあのプレイヤーチェンジして、ある程度。こっちはどうかな。あとは、竜神さんとスカーレットさんがピックしてもらったら。はい。一応、戦艦2で、戦艦2隻までと、戦艦2隻までっていう縛り以外は、特にはないんで。ボジャさん、オブザーバー了解です。はい、遊びなくなっちゃった。シャムロクさんも一個あって、多分シャムロクさんがね画面配信してると僕が、はい、画面配信できないんだよ。一人までっぽい、okay. これ。はい。おい。じゃあとりあえず1戦目はこれでいこうと思います。はい、この人数このメンバーなのでボイスチャット分かれて。さてさて。楽しみだな。はい、皆さんアルファチームはチーム A に、ブラボーチームはチーム B に移動してください。いってらっしゃい。で、次の試合とか参加希望の方とか、もしいらっしゃったら、チーム A、チーム B、ボイスチャット映ったりとかして、どんな感じのボイスチャットするのかとか、聞きに行ってもいいと思います。次の試合までにもっと入れていくか、はい。そういうのは全然ありなんで。よし。で、皆さん、ちょっとチーム A とチーム B に軽く話してほしいんですけど、試合開始は、じゃあ、10時ちょうどで、まずは、1回。っていうのを伝えてほしいです。うん。でも選手希望の人だけで10人集まってよかったね。よかったね。運営メンバーとかなしで、うんうん、ちょっと出なかったけど、本当に告知がさ突発的すぎたからさ、うん、マジ人集まるか不安だったけど、このイベントなんとかなんだかんだなんとかなってよかったよかったよかった。あ、ちなみにね、もうお二人が二人の方かな、うんうん、応募してくれましたよ。おいいっすね。ダブエンチカップの方に、うん、参加しますって。そう、多分もうちょい増えるかもしれない。ミキさんもやろうかなっていう話してて、うんうん、そうそう、なんか、ね、もしミキさんが来てくれたら、3人目かな。いいですね、このイベントで。うん、よかったよ、開催して。ちょっと僕の画面モッドがないんで、まあ過去の最新っぽくなりますけどね、今。北上五席みんな大丈夫だよね、しれっと書いてねえよな。ちょっと最後に確認だけしに行こう。北上五席かもしれない。あれ近くない写真撮ってる。OK 。ちゃんと回ってるよね。OK、回ってるよ。よしよしよし。うん、そう、五大号って確かに珍しいかもね。なんだかんだ。うん。なかなか転換がやっぱりすごい鍵を握る。うん、でもね、そう、人数少ないなって思うんだけど、結構ね、見応えあるんだよね、割と、うん、見応えもあるし、普通にやってても面白い。少ないからこそちゃんとしたフォーカスがすごい大事になってる、ね、そう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 。なんかサイドが割とこう連携が結構、うんうん、少人数だからこそ取りやすいというか、うん、っていうのも2席フォーカスするだけでだいぶ戦力のフォーカスになりますからね。そうそうそう、5分の2ですからね。12でいったら12分の5ぐらいのフォーカスから。聞こえてる？俺の声どうかな。聞こえてない。あ、聞こえてるかな。
各チーム一応10時になったんで行きたいんですけど、ちょっとできそうかどうかだけ、雰囲気だけちょっと見てもらってみますかね。チーム B とチーム A、要はまだなんかこう先頭についての話してたら、一回ちょっともうちょっと伸ばそうかなと思ってるんで、まあただ即興チームなんでね、ちょっとタクとかはなかなか難しいと思うんですけど、さすがにまあ触りだけね、こんな感じだよっていう、今回覚えて帰ってもらったらなって よし、ではチームレディーでーす。ありがとうございます。じゃあ試合開始します。ちなみに本番も今回と同じようにポタさんが毎度ね、はい、毎度のことで毎度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 実況してくださるんで、はい、今日今回はコッツ配信がこの後あるじゃないですか。そうそう、それをやった後だから、そうそうそう、多分ノリノリでノリでノリでやるかもうボロボロでやるかのどっちかですね。さてさて、編成読み上げていきます。アルファチームが、フソウ、ミョコ、ヨルク、ブロウン、ブリスカ、ブラボチームが、ダンケルク、なんだこれ、ドリア、アンドレア、アンドレアドリアかな、アンドレアドリアで、インディアナポリス、ヨルク、シラツユですね。天候一石ですね。そう、はい、そうなんですよ。まあだからその分機動力でなって、はい、アンドレアル、これは釣り艦でしたっけ、イタリアのティア6釣り艦ですよね。サップ多分ね、ダブレンチカップでは初めて見ましたね。まあ、出てないと思います、アンドレアドリアに関しては。ですね、一応注意点としては、インディアナポリスが、長射程レーダーを持ち10キロですね。はい、まあ、戦闘機持ってる可能性はちょっとだけありますけどね。そして白露は、エンジンブースターと、スモークの、選択の判定となってます。一方、アルファチームの方は、グローン、これが結構砲撃が割と良好強めな、ヨーロッパ駆逐、そしてインペアルインだけど砲撃が強めなブリスカということで、レーダーはないものの、そこはヨルクのその後駆逐2隻で、2隻でカバーしていきたいアルファチームと、長射程レーダーと、隠蔽雷撃で、差別化していきたいところですね。ブラボチームとしてはこの白地の魚雷で不走をボコボコにできると、簡単かなというところです。グローンとブリスカが、白地に、交戦しそうなところはインディアノポリスのレーダーでうまく弾けると有利になるかなというところですね。白地落とせるかどうかっていうのが、この試合鍵になりそうだなという感じがします。そしてブラボチームの、戦艦2隻を生かしたプッシュが、どこで来るのか、またアルファチームはそれをどうやっていなすのかというのが見どころかなと思います。そしてまずは注目の、トカゲさんですね。トカゲさんが使うシラツユ、シラツユ非常に隠蔽がいいんですけど、今は、艦長が乗ってないので隠蔽がちょっと悪いですね。グローンを先に見つけて、味方に撃ってもらうと、このシラツユトカゲさんに対してグロウンの魚雷がもうそろそろ見えっかな。バックすれば大丈夫かな。大丈夫でしたね。避けていく、隠蔽を生かしながらスポットしつつキャップアプローチできればというところですね。駆逐2編成、アルファチーム駆逐2編成なので、まずは一旦駆逐のいないブリスカは C キャップを、駆逐のいた方のスカレットさんはキャップを踏まずに、ただ A キャップもちょっと踏むのを期待させることができました。編成の違いからそもそも駆逐2の方が序盤は有利ですけれども、これはスカーレットさんがうまくやってトカゲさん踏みにくくしている形ですね。ここですが隠蔽の差を使って遅れてですがアルファに、キャップをしています。ブラボチーム、インディアナポリスの位置が怖いですね。これ木もなければ島もないところを突き進んでいるので、
まあ、ただ戦艦が相手一隻なんで、この龍神さんの不走法だけなんとかしのげればっていう形ですかね。ちょっともっと入ってないんで分かんないですけど、この白露はどっちですかね、木なのかブースターなのかで結構話が上がってきます。ブースターだったら雪風さんちょっと怖いですね。お、ブースターみたいですね。お、ブースターですか。じゃあちょっと雪風さんには頑張って下がってもらって、不走法はこれうまくはじけましたね。甲板ではじけました。スカレットさん見つけたかな、レーダーかな。ただインディアノポリスレーダーは長いものの火力自体はそこまで高くないので倒しきるのは厳しいですね。インディアノポリスがちょっとバックして耐えてる間に両サイドから戦艦2隻が上がっていきます。そして C キャップを取っていたブリスカは B キャップに入って、近鉄ファンさんのブリスカで B キャップ成功、 BC キャップを保持していくことに成功したのがアルファチームです。これが駆逐が多い編成の優位ですね。敵がいないサイドの妙高はしっかり上がっていってます。樋口さんいいですねこの動き。そして、ブラボチームのヒロさんは、味方がいないので、引き打ちで一旦構えているという形です。白露が B キャップに足をかけようとしております。インディアナポリスがこの島浦まで行けるといいんですけれども、そうするとね、かなり、白露のキャップ妨害が、スカレットさんと近鉄ファンさんで厳しくなるので、ここまでうまくいかせたいですね。それをなんとか防ごうと、ミキさんの余力が広がって、デフ層が AP でインディアナポリスを睨んでという形ですね。ですが、これは、サトリさん、コメジーサトリさんのこのダンケルクの圧を使って、駆逐をうまく下げて、その隙にトカゲさんが B キャップ踏んで、これで2キャップ返っていきます。こっからの動きなんですけれども、龍神さんも、不知らずのゲラを下げて、ちょっと引き目で待機しております。白露の魚雷がブリスカを襲いますが、これは速度で避けていく。さあ、ここからこの2人ですね、この近鉄さんと、スカーレットさんのこのグローンブリスカの2隻がどこに噛みつくかっていうのがすごく注目ですね。あ、こっちじゃない、嘘か、狙ってんの。不走隠蔽が良くないのでどこでもスポットされそうですね。ミキさんの余力は引いていって、さてさて、うーん、動き的にはエルダリッチさんフォーカスの流れですかね。姉妹今背負ってるんで最短でもここから引いていってるので、スカレットさんはスモークの中から、近鉄さんが遠距離からブリスカでスポットをしつつ、ミッキーさん、龍神さん、スカレットさん、近鉄さんでフォーカス合わせてランドレアルを倒しそうとしてますかね。でエルダリッチさんそれを察知して奥天にしたので逃げ切れそうな気がしますね。魚雷が流れてますが、ただ角度的にも、あ、そもそも射程が足りない。エルダリッチさんは引いていきます。そしてこの隙にインディアナポリスが前進してこの島まで行けそうですね。不走もなんとか下げることができて、不走の車線をこの島で切りつつこの島裏まで行きます。これによってね、レーダーがもうこの辺全域かかっちゃうんですよね。駆逐が近寄っただけでインディアナポリスのレーダーで見つかって、白露には撃たれないかもしれないですけど、ダンケルクに撃たれて厳しいのでちょっと駆逐では近づけなくなってしまいましたね。さあ、ちょっと苦しくなったのはアルファチームです。エルダレッチさん、これこの動きいいですね。あのさっきフォーカスされてたんで、あの逃げてたんですけど、まあ、フォーカスがやんだんですよね。中央のプッシュの連携がいいんですけど、エルダレッチさんが撃たれてる隙に中央が上がっていくと、でその対応に今度は A チームが中央を撃ってたので
フォーカス食らわなくなったんですよね。なので引きすぎずにまた戻ってくるという形で、外周を少しずつ上げていきながら内周も上がってという形でうまく連携を取れています。龍神センスがちょっと仕掛け始めましたがね、フォーカス食らわない、そして白地の魚雷のリスクが低い、この島裏を通りつつインディアナポリスが狙えればというような形しますね。インディアナポリスさえ落とせればかなり駆逐が動きやすくなるので、だここはちょっと駆逐2人あんまり激しく動かずに、龍神さんが顔を出してインディアナポリスに圧をかけて、圧をかける、もしくは倒してから動きたいが、いや時間が700ポイントでちょっと焦り始めるタイミングですね。スカレットさんがかなりリスクを負って島裏から近づいてキャップアプローチ入ろうとしてますね。まあ、ただ不走が睨んでるのでここ前出れないでしょうという動きです。対面シラツユもそんなに砲撃強いわけじゃないので、ただエルダリッツさんが撃ってますね。これ多分ソナーかなんかで見つかってるんだと思います。まあ、戦艦砲なんでそんなにクリーンヒットしないと思うんですけど、不走砲が通り始めましたね。さあなんとかこの龍神さんでこのインディアナポリスの接待雪風さん倒したい。そうするとレーダーの脅威がなくなってスモークうまく使えたりっていう自由度、駆逐の自由度が増すので、近鉄ワンさんのブリスカとスカーレットさんのグローンが動きやすくなる。そうすると駆逐パワーでねの差で、シラツユは追い出せるんですけれども、インディアナポリスが落ちないと外周エルダリッチさん止めれなくて、そこから砲撃でスカーレットさんの HP がなくなると厳しくなってくるので、スカーレット選手なんとか避けつつインディアナポリスを落としてくれるのを待ってます。これ 見えてるよね。一括選手辛くなってきた。ただトカゲ戦さんの白杖も風装に魚雷を投げている。そして、ただやられるだけじゃない、スカレットさんをエルダリッツさんの戦艦が撃ってる。 HP2700 まで減らして不走砲が到達、倒してったのは樋口さん。これが最初の獲物です。残りポイントが200ポイント。龍神さん、魚雷をうまく避けつつ、船体を B まで。そしてレーダーいなくなったが、HP がないので、そんなに生き生きはできない。ブリスカの援護をうまく待ちつつ、スカレットさんは A キャップを踏んで、これで全キャップ踏んでます。アルファチーム。さあ、2個目の魚雷、これは当たってしまうか。一発飛来、残り HP18,000。さあ、そして、ここは駆逐対面。砲撃力自体はグローノが強いんですけども、さっきエルダリッツさんが削った HP が効いている。これトカゲさんの勝利ですね。これはこれで11交換。そして外周は上がっているエルダリッツさんがミキさんを捉えている。魚雷をうまく避けて、やっぱ外周取れると強いね。このゲームは角度つけてますが、これはダウンです。外周プッシュからエルダリッツさんが決めていきます。ポイントは、ブラボーチームが、890ポイント。そして A キャップを踏んでたスカーレットさんはトカゲさんが撃沈してます。龍神さんが耐えていますが、うわー、うまく入れたな、これ。素晴らしい。バイタルかな？バイタルっぽくなかったけど、貫通弾で1万を吹っ飛ばしましたかね。見つかってますね、隠蔽が。班長スキル違う、見つかってるかな、見つかってるよな。魚雷さえ気をつければという形ですね。コメジ様一応魚雷が向かってって、これがクリーンヒットすると怖いですが、ただ B キャブが取れてるんですよねっていうのと、ポイントが今ここで1000ポイントに到達、勝っていったのはブラボーチームとなりました。おめでとうございます。エルダリッチさんの遠距離砲撃で駆逐の HP あんだけ削ったの聞きましたね。あれなかったら多分白露と、グローンの打ち合いが怪しいので、あそこが勝ったか負けたかは相当でかかったんじゃないかなって気がしますね。ただ最後のプッシュもなかなか迫力ありましたね、アルファチーム。ということで僕は一旦モッド入れてきます。はい、いってしょーい。
お疲れ様でーす。やっぱ面白いね。うん、面白い普通に。中盤ちゃんとみんなが、ね、あの攻めなきゃいけないタイミングで攻めるのは、まあ、見てて面白い、ね、そうそう面白いんだよな、うん。お疲れ様です。今回の試合ですね、実はですね、裏でこっそりポジャさんがこっそりの実況解説をしてくださってたんで、こっそりなのか。あの配信に、はい、ポジャさんの配信の方に載ってるんで、もし興味ある方いらっしゃったら、あのアーカイブなりで確認していただけると、はい、自分が載ってるかもしれないですね。はい、あとアーカイブ、そうそうそう。あとでね。はい。じゃあ今来た方も、アーカイブ残りますよ。まだ参加できる方は、はい、トレモに戻、トレモに。オルタさんも出れるなら解説に乗れるけど、今、はい、一回切りますね、あのディスコード。はい。次はトライネントにしようかなと思ってます。はい。で、前回さっきお休みしていただいてたエクシルさんと。サバの塩焼きさんはあれかな、優先して出てもらおうかな、次の試合は。はい、了解です。フィルさんとミキさん了解です。ありがとうございました、参加していただいて。もしよろしければね、まあ、今回は触りだけでしたけど、はい、次はちゃんとこんな感じで解説するんでね、あのしっかり練習期間も取ってっていうイベントになるので参加してくださいね、ぜひぜひ、うん、よろしければ参加していただけたら、あの楽しい体験ができるっていうのは、あのあれです、保証します。もう何もできずなかっただけで、ミキさん本番で見返してやりましょう。ダブルエンチカップザフィフスに応募して、うん、本番でもっと楽しいプレイできると思いますよ。もしよろしかったら応募していただけたら、うん、そうやぞ、ハート。よいしょ。うん。あ、北上で遊べなくなってる。いや、なんならね、入れられちゃった。俺が出てやもん、マジで。あ、ありがとうございます。なんか、マジで出てっていうか、俺出ていいか。すべて投げ出して選手として出ていいか、めちゃくちゃ出たいんだけどこの大会。なんかめっちゃ面白そうやもん、マジ選手として。なんかあれできたらいいよね。みんなすげえ面白そうにさ。オプションマッチじゃなくて、よろしくお願いします。ありがとうございます。特別マッチとかでさ、ありがとうございました。今までコーチとかで参加してきた方、うん、めっちゃアンド運営だけのなんか、毎大会エキシビションマッチとかやったら面白いかな。どう思うみんな。そのこのイベントね、あのと。当たり前ですけど、当たり前っていうか、あの専用のディスコードサーバーも運営側で用意して、皆さんそこでこうやり取りとかしてもらうんですよ。なんか何気ない雑談だったりとかね、なんか分眼帯とかね、そう組んでもらったりとかするんですけど、もうなんかそれがもう楽しそうだもんね。でなんならさ、こう気の合った人とかとはさ、その大会の後もね交流続いたりとかするからいいよね。今でもフレンドでたまに分隊とかしたりとかするからね。そう、昔のサーバー抜きれないあるあるあるよね。わかる。はい。じゃあ、とりあえず、一旦。そう、これでディスコードで見た。めっちゃ調子良さそう。今、いらっしゃる方は、参加希望って方で。ソウル鑑定見つかったんじゃないの？その。よろしくて。金木さんの。11人なんで、で、サバの篠木さんとエクシルさんは、よろしくでよ、OK。近畿さんのソウルチャンピオン。参加してもらって、運命の、人運命の鑑定が。あれになっちゃうから、じゃあ、エルダーさん、あれかな。すごいな。こればっかり、ね。ハマったね。申し訳ないが。いいね。一回ね。で、危機戦の方いらっしゃいますか？今、この10名の中で、危機戦の方。危機戦の方だけ、とりあえず、一回ちょっと別れた方がいいかなと思ってるんで、リュウジさん聞き戦だったよね。で、樋口三郎さんも聞き戦だったよね、確か。で、ヒロさんも聞き戦、了解。うん。オッケー。ってことは、あれ、サムの正義さんも聞き戦だっけ？オッケー。どうすっかな、危機戦マニュアルとかもあるんで、ね、できれば危機戦日
同じチームに2人までにしたいんだよね、できれば、ね、っていうのはやっぱりその喋る人が3以上いた方がやっぱ2人っきりになっちゃうわね、同じチームに3人いるとっていうのもあるんで、ちょっと棋戦の方から1人一旦待機してもらおうかな。龍神さんとヒロさんとユーリさんは時間制限あります？ 11 時まで、いい時間いっぱいいける？ないです、了解。 OK、 じゃあとりあえず一回ね、皆さん監視出してもらっていいですか？でその監視見て一回そのちょっとまだやってるよ、待機してもらう棋戦の方決めようと思います。なのでエルダさんやっぱ参加で、今はフランチャソさんフォローありがとうございます。今はね、9月7日にやるダブル NH カップと同じルールで今やってみてます。全部いける？あ、プリキュアなんで OK、 じゃあ全部いけそうだね。ってことは、ってことは全部いけるってことか。ゆりさん、お、マジですか？ OK、 じゃあちょっと一回ゆりさんあれかな、待機かな、ゆりさん待機してもらって、エルダーさん行って、で経験者であるスカーレットさんとエルダーさんが同じチームいるのはちょっとまずいんで、大会概要こちらです。プリキュアだ、プリキュアあれだよ、何でもできるあれなんじゃない、無敵の人みたいな、めちゃくちゃやべだしゃくってるけど何にでも何でもできるイメージなんだけどそうそうそう、無敵のアイドルってイメージ。サバのしらきさん、リーズさん、オッケー。で、じゃあ、こうかな。これでどうじゃろうか。あ、そういう意味じゃねえよ、無敵の人って。ちげえわい。そっちじゃねえよな、俺が言ってる無敵の人は。違う違う。でも確かに無敵な人って言ったらそうなるか。じゃあ、ね、大丈夫っす。じゃあとりあえず皆さん監視出してください。監視というか鑑定出してください。出したい鑑定。どうぞ。うん、とりあえず一回これでいこうか。OK、大丈夫大丈夫。っていうのは、要は、あれだよ。殿堂入りというか、そう、要は運営側で、この人めちゃくちゃ WNH カップに貢献、たくさん参加してくれて、かなり経験積んでるんでって人がいて、その人に殿堂入りの称号を与えてるんですけど、エルダーさんは卒業して、エルドリッチさん、ん、エルダーさんは卒業して、し、で、サツキの、このスカルトさんって方は、僕らから今大会ね、殿堂入りっていうことでお話しさせてもらってるんで、要は卒業、まだ卒業資格あるけど、かなり経験積まれてるんで、この大会から羽ばたく時が来ましたよっていうことで。そう、卒業してるエルダーさんはもう卒業してるからあれ、ね、連動入りとかじゃないんだけど、そうっていうのでね、だからまあエルダーさんとスカレットさんは別れた方がいいかなっていう話ですね、うん、そう、まあ、なのでエルダーさんとスカレットさん経験者のあれを生かして結構引っ張ってってもらったら、瀬戸木香さんは、うん、もうなんならもうあれだ、全体が出てくれこの調子でもう、うん、この人いつも出てんなみたいな感じで、うん、もう出てくれ、うん、そういう枠も一人必要だと思う俺はなんかこの人 WNH カップの時期だったらいつも WNH カップの時期でしかお船ログインしてんよなみたいなそういう人も俺はいてもいいと思う、うん、別に、うん、ありがとう、世代機関さん。そうそうそう。気にしなくていいね、もう周りの声なんで、うん。遠慮しなくていいから、マジで。自分が出たいかどうかだから。うん、さあ、どうかな、監修の方は。ほう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 。お、いいんじゃない？じゃあ、この辺さんと熟練初心者ってコメントあって面白いな。あ、エクシル様か。まあ、好きな鑑定、まず出してもらって大丈夫ですよ。全然これ最後かな、小永さんも出したい鑑定を
出していただいて。あ、間違えた。次の試合最後ですかね。あぶね。そうっすね、時間的にね。うん。あの、見なかったことにしてね、どうぞ。見なかったことにして。ここ5秒ぐらいの記憶消して。館長なしです。館長なしです。館長なし。さあ、楽しいかな。館長なしで。どうかな。どんな試合になるかな。楽しみだね。OK。アルファは OK だね。はい。マセラビーム。ピカッ。はい、OK かな。皆さん大丈夫ですか。どうでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫かな。じゃあ、ボイスチャット分かれて大丈夫です。アルファチームはボイスチャットチーム A に、で、ブラボーチームはチーム B にボイスチャット分かれてください。3、うん、で、今残ってる方もなんかボイスチャットの雰囲気気になるって人は移動自由なんで、で、ここのロビーでポテさんの実況解説を聞くのもよし、どちらでも大丈夫です。じゃあ30分をめどにスタートで、23、30分スタートっていうのを伝えてきてもらっていいですかね。うん、さあラスト試合だぞ。よいしょ。でも本当やってよかった。てかまあ毎回思うけどね、毎回不安なんだよね、イベントやるときって人来てくれるかなとか、うまくイベントできるかなって毎回不安なんだけど、毎回ねあれなんですよ、最後ねやってよかったってなるんだよね。あのずっと一緒、もう2年前から一緒、ずっとなんか同じことやってる、ま、何も学んでねえし。、うん、もうすでに思ってるもんね、あやってよかったこのイベントって、では普通に楽しいってなってる。ねえ、ほんとそう、マジかよ、それマジで一番の収穫だわ。なんかもう、ね、マジか。館長がね、三館長がどうしようかな。でもさ、正直90万クレジットって結構重いじゃん。だそれに合わせるってなったら、要は館長をすぐ用意できるっていう前提で考えるんだったら、じゃあスキルレベル3番にしましょうかってなるんだけど、さすがに90万クレジットを皆さんポンって出してくださいっていうのは、俺はこの WNG の理念に反してるんで、それがね。90万くらいちょっとでかいよ、初心者の頃の。ってなるとさ、あれだよね、また最後の抵抗なし駆逐で頑張ってもらうしかないね。どうすっかね、そうなんだよ。なんで三眼鏡系、三眼鏡買う方法ないんかな。いきなり採用するかできないんだけど、だからさっき忍者さんが言ってた説は、館長、要は新しく開発するじゃん、ツリーを。開発したときに館長を変えましょうって出るじゃん。そのタイミングでなら三館長変えるんじゃないっていう説が出てたんだけど。いやー。もっと重いわ。はい、じゃあ行きますよ。セット開始。じゃあポチャさん、画面共有の方。あ、そっか、消えてんのか。ん？いや、ついてる。そうそう、あ、画面できてれば、できてれば。
生きてます。以上。はい。さあ最終戦。あ、なんか戦艦1個ですね。マース。マース。L8 チームが、フソー、アンドレア、ミオコ、レリングラード、ブリスカ。対してブラボチームが、ムツ、ウガンダ、ヘレナ、ヨルク、マース。ウガンダはだよね、煙幕合わせるイギリス連邦の船ですね。あれですかね、ウガンダ僕にヘレナ入れてみたいな楽しいこと即興で。あ、さっきとほぼ同じですかね。たぶんさっきはあれだっけ、戦艦1が、駆逐1側もが戦艦、駆逐2側が戦艦1でしたよね。ちょっと変わりましたね。まずは足の速さと駆逐の数を生かして、アルファチームが多分キャップ優勢作っていくと思いますが、同じ方向行ってるので、もしかしたら出くわして早く倒したいっていう感じかもしれないですね。はい。そして、皆さん艦長スキルはついてません。はい。ランダム戦で見たら大変なことになりますね、これね。うん、どうなりますかね。ただここキャップが近いので、とか、あ、でも巡洋艦が横移動はしにくいんですよね。それ最後言っとこう、うん、あの終わった後に、あ、ですね、艦長、はいはい、そうつけておきましょうねって。そしてブラボチームは面白いですね。またこれも全員映画に移動して、映画から押し上げてこうっていう形ですかね。ウガンダとヘレナは、ヘレナがうまく島を使いながら戦艦砲をさらされないようにいけるといいんですけれども、うん、エダレッツさんが、アルファ側に開いて、龍神さんは地側に開いて、うまくクロスになって死角がなくなってしまうと飛びかねないですね。さあ、まずは C キャップ、アルファチームが2人で踏んでいきます。キャップの速度でもしかしたら分かるかもしれないですが、キャップの速度で分かればトカゲさんが A すぐ踏むってするんですけど、踏みそうかな。そもそも海面発見距離はみんな同じ、レニングラードだけ若干いいから、これ、ま、一直線にこれキャップいってるってことは、これ多分 VC 内でこれ早いから2隻いるわって言えてそうな感じありますね。外周援護してるヒロさんの余力がまだ、あ、ドイツ巡洋艦足が遅くてね、ちょっと外周展開遅れてるんですけど、これはヒロさんの問題じゃなくて艦艇の問題なんですけど、その外周の援護がまだ到達できてない状態でキャップに入ってそのままズン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 上がってるんで、これは多分2隻駆逐艦が C に入ってるってことをブラボチームは察知できてると思います。さあここからなんですけど、これ無線探知もないのでなかなかスムーズな進行難しいですね。外周にもしかしたらいるかもしれないことを考えて、サバの塩焼きさんは外周から上がっていきますが、これは空振りになります。いち早くこの空振りを気づきたいですね。さあまずはマースとエルダ、マースの、トカゲさんがエルダリッツさんの、アンドリアに少しちょっかいをかける形でマースの位置が分かりました。ブラボチームの編成駆逐が1隻だけなのでこっちに駆逐がいないと分かりました。この情報はかなりでかいかもしれないです。もしかしたらあれかトカゲさんは見つかる予定じゃなかったんだけど、と思った以上に島裏からアンドレアが近すぎたっていう形だったかもしれませんね。これでブラボチーム情報を上げることになりましたので、アルファチームの進行が早くなります。近鉄さんもしっかりブラボーに、B キャップに走ってますね。一応巡洋艦がいるかもしれないということで安全を期してちょっと外周開きましたが、そしてミルダレッチさんに魚雷が当たりました。これはウガンダ魚雷ですかね。
回復を入れて、さあここをうまくフォーカスしているダリッチさんを落とせるとでかいですが、多分マースがこの距離だと見つかっちゃうんですかね。シマロに一旦待機してて、距離が取れたのでスポットからのウガンダスモーク発砲とかできると綺麗なんですが、どうでしょう。さあうまくおかげさんマースでスポット、スカレットさんのウガンダで発砲しますが、一旦ちょっとスモークから出てしまったところをエルダリッチさんが捉えて射撃、ただこれは大ダメージにならずに、ここで落とせるとでかいですね。トカゲさんも打って、なんとかフォーカス集めて、あと1万9000落とせるかどうか。そしてまだ見つかってないのが、ヒロさんのヨルクですね。なので、ヨルクを警戒してかなり位置取りをまだ、外周まで広げてます。無線探知があればね、こっち向くんで、ここに敵いないってわかるんだけど、もしかしたらヨルクがこの辺とかこの辺とかに隠れてるかもしれないので、その可能性を、サバの塩焼きさんは多分、削った動きですね。そのためにまだ、外周展開が遅れているのがアルファチームです。なので、ヒロさん見つかってないんですけど、これ見つからないお仕事ができておりとも言えますね。無駄に発砲、まあ、届かないのかもしれないですけどね。情報が確定しないっていうことはそれだけ大事だったりもしますね。さあエルダリッチさんの HP 1万2000まで削ることができて、ただ撃てる船はもう世帯化さんのムツと、スカレットさんの浮かんだだけですかね。そしてここでヒロさんの余力が見つかりましたので、これで情報確定ですね。アルファチーム動きやすくなると思います。さあビュラボーに手をかけるのはどちらが好きかなんですけど、これただね、結構ライン綺麗なんですね。ブラボーチームここからメンプッシュできるといいですね。ただこっちちょっと駆逐がいるんで、どっちかというとこっちからですねプッシュをして、こういう風に戦線を作っていきたいんですけど、やっぱり邪魔なのこのエルダリッチさんですね。 HP も減ってるんで、なんとかここフォーカスして落としきりたいんですが、どうかなって感じです。ただ撃ってる船がやっぱちょっと足りないのと、これ以上前に出ようとすると不走のクロス組まれるので、これ以上行くとねエルダリッチさんと不走のクロスにあって苦しくなるので、木が回復するまではちょっと待機したいですけど、木がまだ70秒戻ってこないですね。だこれ以上ちょっと行きにくいので今バックしてます。そうするとエルダリッチさんとこの距離が離れて落としにくいですね。なので中央瀬田ゆかずさんが上がっていきますが、撃ってるのはお腹をちょっと向けた妙高 X3 さんですが、これは弾外れましたね。撃ちながら引き打ちで対応していきます。そしてトカゲさんは駆逐艦、多分この駆逐まだ見えてないのかな。今レニングラード見つかってますけど、なんで、出くわす可能性を考えて後ろ引き打ちで安全に。これ消えないモードになってるな。さあキャップまで手届くかな。エンジンブースト使ってなるべく早く B キャップに手をかけようとしてますブラボチームの、トカゲさん。エルダリッチさんはうまく逃げましたね。そしてこちらはレニングラードが、ちょっかいをかけながら、ヒロさんと子猫さんをいじめているという形です。ただうまいのがこの近鉄さんはもうここから外れて B キャップ狙えるような位置取りに変えてますかね。そしてフォーカスは今瀬田雪風さんですね。瀬田雪風さんに対して、妙子不走、アンドレアのフォーカスが効いてます。なので雪風選手止まって、これウガンダのスカレットさんが後ろからスモークを使ってムツ隠していますね。発砲ペナルティがあるんで、それが終われば、瀬田雪風さんが隠れれると思います。回復回して一旦ちょっとムツの HP を、温存しようという動きですね。加えてウガンダのスカレットさんは、見えている不走を打っております。これでうまくこの、ただエルダリッチさん逃がしちゃいましたけど、うまくプッシュ大型艦で決めてマースで B キャップ先に手かけられたのはとっても大きいですね。さあこれでブラボチーム一旦有利になったと言っても大丈夫だと思います。
ちょっと足並みがずれて雪風さんが見つかってますね。フソを撃ってるのはこれはヘレナか。これこそ危ない。危なかった。これは危なかった。ちょっと動きにくいですかね。隠蔽常に割られて外周から撃たれて、あのレニングラードを撃とうとするとね、あの砲を回したりしなきゃいけなくなって、その関係で角度が甘くなったところ竜神さんの負装から撃たれるとかがあるので、ちょっと対応しにくい状態が続いてますね。ここから動きにくい。結果的にこのサバの塩焼きさんはうまく2隻をこう釣った状態にできてるんですよね。なので4対3の構図をうまくサバの塩焼きさん作れてるので、これは結構レニングラードは嫌な動きができてると思います。フォーカスうまくあと集められればエルダリ、雪風さん落とせる。本当はブラボーチームこのエルダリッチさん落としたかったんですよね。そうするとそういう動きされても3対3だったんですけど、エルダリッチさんうまく生き残っているので、やっぱ生き残ることは大事ですね。生きてるか死んでるかだいぶ違いますね。ちょっと世帯風さん辛いですね。さっき守った煙幕スカレットさん使えない。トカゲさんもさっき、駆逐との遭遇戦で使ったので、あと80秒目が使えない。火災2つ入ってますかね。これは B キャップは頑張って守っていますが、これは雪風選手が落ちてしまうので、その前になんとか有利を作ろうとしてますね。トカゲさんも、打ってブリスカ打ってなんとか駆逐有利作れないかとしてるんですけど、エルダリッチさんが狙ったのは雪風さん。ここで最初の獲物を取っていったのは、エルダリッチさんです。しっかり引き切りましたね。キャップ自体はまだ、2キャップ保持できているのが B チーム。そしてこのフォーカスのタイミングでちょっと動きづらかった。ここからここに行こうとするときにどうしても負装から横を打たれなきゃいけなかったんですけど、雪風さんが打たれてる間に子猫さんがうまく移動してきております。島突き替えて負装から狙われないところから打ってますかね。ただ龍神さんが前に出て、これヘレナがまた打てないところにちょっと移動しましたか。狙い妙子に変えて、キャップをどう守るかですね。ブラボーチーム B が守れりゃまだありますけど、 B 守れないと苦しいです。逆にこの B 攻めに行く最中が一番、頭前向きの借りやすいタイミングなので、ブラボー取りに行こうとするこの攻撃的な姿勢の時に、なんか魚雷刺したりとかフォーカス集めたりとかなんかできるといいんだけど、駆逐に見つかってトカゲさんをモコを使って隠れます。ブリスカ見えてるのでここで撃ちたいですが、マース自体に火力はそんなに高くないので援護射撃避けていく。マースただソナーがあと10秒後に展開されますね。モクが切れるのちょっと早いんだけど、モクがある限りはブリスカを見ることができます。さあ B に手をかけました。 LM8 チームここで何か有利を取れる場ありますが、何も有利取れずにキャップを明け渡すことはしたくない。ソナーで見えてマース打って、ただ打ち合いすると不利なので、島浦を使ってトカゲさん隠れて、あとはウガンダスカレットさんに託します。スモークを使って不走砲が、うわ2000、いやこれ不走砲じゃない、こっちが不走砲。一旦隠れることは成功してますが、これ火が消えないんだな。火が消えないのでこれは落ちることが確定してしまったので、その前になんとかダメージ出したかったが、ここでダウン。 4000HP のレイブレスカと 6000HP のマース、どっちが勝つ。砲撃能力自体はブリスカノンが勝ちますが、エピ入れて残り1000、エルダリッチさんの援護射撃がうわ大きく入って、あただここは相打ちにはできましたが、これで B キャップ守れないですね。結果的にはいやー2対4、
ここは DPM でなんとか。いやー、ただここ打ち合うとエルダリッチさんから打たれるんですよね。この8000のアンドリアルが効いてますね。これなかったらマースとブリスカの試合も勝ったんでしょうね。それでちょっとミョッコから抜かれてしまいましたかね。やっぱりちょっと序盤エルダリッチさん落とせなかったの効きましたね。残り試合時間の方が早かったですか。ということで、時間切れで、ポイントが60ポイントを上回ってアルファチームの勝利となりました。いや、序盤のエルダリッツさんでしたね。あれ落としきれるかどうかはかなりでかかったかなというところですね。ですがエルダリッツさんが逃げ切りましたと。お帰りなさーい。よいしょ。お帰りなさーい。はい、おい、皆さんお疲れ様でした。いや、いい試合でしたね。うんうん、普通に見てて面白普通に見てて面白かった。そう、この試合も、まあ、ポゼさんがね、例に漏れず、解説実況してくださったので、なんか縦に、縦に割れてもし見たかった、見たい方は参加して、うんうん、参加していただいた方で惜しかったね。小田さんの配信の方をアーカイブでご確認いただければ、どっちもあったね、その様子確認見れますのでそちらもぜひご覧ください。いや大丈夫大丈夫、そうしたら、まあ、時間的にもちょっと次やっちゃうと11時、あとはね、自分だけじゃなくて、まあ、一旦ボイスチャットとかでこうしようこうしようみたいな声飛んだりとかするので、この試合をもって終了とさせていただこうかなと思っております。はい、じゃあ重ね重ねになりますが、現在第2部でやってました。自分が気づかなくても誰かが気づいてくれれば、それで動き合わせられれば OK なんで、現在ですね、こちらのダブレンシカップザフィフスという、まあ、大会のイベント、そうそう、コーチはいるし、初心者、まず教えてくれる初心者の方が、そしたらで練習もできる、選手ともにで、そうするとなんとなく分かってくるから、練習期間を経て大会と別に総当たり戦を行い、誰かが気づいて連携さえ取れればチーム活動や大会を体験してもらう、まあ、コミュニティイベントを現在、開催しようとしてまして、で、選手の応募期間となっております。本日現在ですね。で、まあ、いい試合なんですけど、ね、結構その対象の方もいらっしゃいまして、特にトカゲさんとかギリギリ超えてはないので、要は参加して、で募集応募をしてから3000戦は超えちゃっても大丈夫なので、応募した段階で3000戦超えてなければ大丈夫なんで、いえ、こちらこそ楽しんでください。ランダム戦の、はい、戦闘数ですね。もしこういったもので興味があれば、貴重な機会なんでね、うん、結構、まあ、見てて面白そうそうそう、あと数戦なので、ね、高木さん見させていただいたんですけど、でも全然大丈夫なんで、今であればね、今であればもし、はい、興味があれば応募していただけたらなと思っております。まあ、このイベント現在というか今回の大会で第5回を迎えるんですけど、第4回の方も、まあ、かなり好評なイベントでして、やっぱりこのイベントを通して知り合った方と結構フレンドになったりとか、今でもよくやってるよっていう昔のチームメイトとよくやってるよって人もいらっしゃいますし、あとはまあクランに入ったりとか単純に上手くなったって人も多いですし、やっぱりそのコーチの方々は、初心者の方ではなくて、かなりこうポツさん配信、ポツさん配信を撮ることとできますこれはどういうあれだ、あ、まあ、とりあえずあれですね、コーチの人は熟練者の方なので、まあ、そのコーチの方々にいろいろ見てもらったりとかして、自分のプレイが上手くなっていくっていうのを実感できるのはなかなかない経験ではあるんですね、やっぱり。うん、クラン入ったりとかも、とか自分からこうアクションを起こしたりとかね。で、クラン入るとかも、まあ、もちろん知ってるクランだったらいいんですけど、やっぱりちょっとね、こう、どういうクラメンがいるかとか分からない部分もあると思うんで、結構大きい決断だと思うんですけど、こういうイベントだったら、あれですね、良くも悪くも2週間限定のチームになるんで、まあ
最悪合わなかったら別にそれきりってこともできるっちゃできるんで、本当にだからあれです、あのチーム戦とかクランのお試しっていう形でこのサーバー、このイベントに参加するっていうことも全然ありだと思いますので、はい、よろしければぜひ皆さんご参加ください。はい、以上ですかね。はい、運営メンバーで他喋りたいことありますか？大丈夫かな？ありませんっていうのが喋りたかったです。はい、ありがとうございます、はい、あありがとうございます、エクスリさん。エクスリさんも、エクスリ感が、エクスリさんも。そう、ありがとう。ごめん。フェルミさんを教えてくれた。ありがとうございます。今ね、外した館長を戻し忘れないように。はい、戻してください、ちゃんと。そのままランダム戦行って、やべえ、館長を忘れてたってことないようにね。ありがとうございます。そうだわ、そうだわ。それ、さっき指摘あって、言っとかないとねって言ってたのに、感動してたね。はい、じゃあ以上をもしました。本日のイベントは終了とさせていただきます。皆さんご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、またこんな風に皆さんがいただきます、はい、ダブルキャップではなくだけでなくいろんなイベントを開いて、レイドして終わりにしようと思います。こちらも最後までご視聴いただきありがとうございました。メンバー一同、レイド先はワスカーさんの配信にさせていただきたいと思います、はい、今後ともダブルサーバーよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、いい試合でしたね。見てて楽しい試合だった。よいしょ。今誰だ？お疲れ様でしたっていただいたのは、オルタさんですね。オルタさん、コメントありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、いってらっしゃいませ。バイバイ。お疲れです。お疲れ様です。熊友さん、いやー